ロー YouTube イエス時間の鬼まぶしこと沢茂美です。いやフィロソフィスト沢茂美ということですね、哲学的にいろんなものを考えていきたいと思うんですが、今日は脳の3回目ですね。脳っていうのはですね、五感、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、こういうものがですね入ってきて、はい、なんか情報が入ってきました。はい、じゃあそれじゃあこれ次の段に送ります。はい、次の段はこれがですね、ここが1段目だとすると、ここが2段目3段目ってこうどん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 つながっていってですね、はい、じゃあこういう入力入りました、次の段階でこういう入力になります、はい、入力になりますって、例えば1100とか入ってきたら、こう、あ、じゃあ次は110001とかね、0010とかね、こうどん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 変わっていくわけです。まあ今ちょっとデジタル的に言いましたけど、この脳の中のですね、細胞の活性が時間とともにどん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 伝わっていってですね、最終的にはいろんな意味を理解して、それがまたアウトプットとなって自分の脳に入ってくると。こういったようなメカニズムになっているっていう話を前回しました。でまたですね、まあ、前回はですね、こうやって理解してみると、あなたは、まあ、私はですね、私は私自身と以外は誰も話したことがないっていうような、そんな話をしましたね。まあ、詳しくは前回見てください。つまりこういうことです。まあ、ここにですね、なんか、まあ、今インターネットとかありますよね。コンピューターとかね。コンピューターとか。で、このコンピューターからですね、ここにゴーンと、今見てるのと全く同じ信号が、今聞いてるのと全く同じ信号が、今味わってるのと全く同じ信号が脳にこうやってピコンピコンピコンって入ったとしたら、これ、この、まあ、コンピューターじゃなくてもいいですよ。まあ、何でもいいですけど、こう入ってきたとしたら、そこに本当に人がいなくてもその人と話してるような気がしますよね。それで、それと全く同じ電気信号が入ってきたら、あ、どうやらここに、ここに人がいる気がするっていう、その触覚も全部、辻褄が合うように入力されたら、そこに、本当にそこに人がいると思って話してますよね。でも本当はいない。ただ電気信号が入ってきてるだけだと。じゃあ、私は今誰と話してるんですかと。この人と話してるんですっていうのは、私の頭の中に、ここに入ってきた後に再構築された、まあ、例えば自分の母親とかそういった誰かと話をしているっていうふうに自分の脳が返して、それが最もリーズナブルで、それが最も現実っぽさそうだ、辻褄が合うって理解して、また自分の中でこう質問したり、なんか頭の中で考えたりして、こうぐる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 考えてるわけですね。そうなんです。私たちは自分以外の人間と話したことがないんです。そして理解するのも自分の脳の中にある理解でしか理解できないんです。つまり、〇〇は〇〇であるっていう知識を持ってたら、それでしか理解できないんです。ということでですね、じゃあこれをね、そろそろ、今五感ですよ。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚。この五感しか入ってきてない。第六感ってありますけど、まあ直感みたいなもんです。それは便宜上第六感って5番目の次で呼んでるだけなんですけど、これから本当の第六感が入ってきます。つまり、これの入力は自分の脳も入力として入ってますけど、まあそれはリカレントってことで置いとくと、このコンピューターが直接、この脳に情報を送り込んでくる時代が来ます。つまりこれが、ブレイン、マシン、インターフェース。ブレイン、マシン、インターフェース。BMI って言われるやつですね。BMI を脳の中に埋め込んで、外部からインターネットだ、SSD だ、いろんな情報がそのままダイレクトに入ってきて、なんか声が聞こえる気がする。ん？あ？ 1 たす1は、2だって、まあちょっと簡単すぎましたけどね。米国の大統領の名前は誰だっけ？今やってますね。ヘイシーリー、米国の大統領の名前は、トランプさんっていうのかって、これがですね、自分の頭の中で思い描いた時にこうやって入ってくるんです。まるで声が聞こえるように、よくある映画のようにですね、一気になんかこの情報が全部変わってしまうってことはなかなか難しいんですけれども、声が聞こえたり、なんかぼやっと人が見えたりするっていうのは実はもうなんとなくできてるんですね。そうじゃなくて、こう私の考えるようなこの電極をうまいことやってやると、このパターンがですね生まれて、そのまるで、ヘイシリーっていうのめんどくさいじゃないですか。そういったようなことが頭の中で思うだけで全部ありとあらゆる知識にアクセスできるようになる。そうしたら、人間の技術は常に一方向にだけ進むんです。それはどういうことかっていうと、常にめんどくさくない方向に進むんです。車を発明したのも、車輪を発明したのも、いろんな発明をしたのも、全部人間ができなかったことをできるようにする。つまり、それを、やるまで前はすごい時間がかかったけど、これだったら一瞬でできる、大変なことを簡単に、めんどくさくないようにっていう風に進んでいったんです。今のスマホもめんどくさいんです。
もう頭の中に思い浮かべたら、あ、Google で検索できた、これが分かったっていう世の中が来るんです。それがこの BMI ですね。これはですね、なんでできないんでしょうか。そうなんです。これでですね、実際に脳に埋め込んで試してみる人がいないんですね。これはいきなり刺したらできるってもんじゃなくて、脳の中に刺しながらいろんなチューニングをしてですね、強化学習の刺す方とか、信号の与え方とかを考えてやらないといけないんですね。つまり脳科学をある程度理解した人が実際に自分の脳の中に埋め込んでチューニングしてって製品化するしかこれは方法がないんです。だから今まだできてないんです。もう技術はすでにあるんです。 iPhone のように、あとは iPhone でこのパーツを集めてこうするんだってやったら iPhone ができるわけじゃないですか。だからこの BMI はこれからやるんです。さて、まあこの BMI もね、第6巻としてね、いいんですけれども、実はですね、この脳がマシンとして動くためにはこれ重要なんですよ。動くためには〇〇は〇〇であるっていう知識だけがここに格納されてたらですね、まあうまく動かないんですね。じゃあうまく動くためにはどうしたらいいのか、これがすごい。まあ要はアテンションメイクシステムっていう、ある時刻のこの脳内パターン、例えばまあこれを数値化したら、まあ例えば101101とかこう全部ね、こう決めた後に、はい、じゃあこのパターンの次の時刻はどういったパターンになるのかっていうのを覚えてて、またそのパターンにする。そしたら次の時刻に、そのパターンのまた次の時刻のパターンはどうなるのかっていうのを覚えておいて、またそういう風にするっていう、そういうアテンション、まあ注意をですね、どんどん作っていくようなシステムっていうのが、この知識のシステムともう一個組み合わさることによって脳は意味ありげに動き出すということなんですね。まあちょっと意味わかんなかったかもしれないですけど、要はですね、お腹空いたなって言ったら次の瞬間に、何か食べたいな、何か食べたいな、じゃあ好きなものを食べたいなって、これずっと連想ゲームじゃないですか。これは、要はこのアテンションメイクシステム、つまりある時刻の脳内の活性のパターンから次時刻の脳内の活性のパターンを覚えておいて、また想起するっていうこのシステムなんですね。もちろん全部覚えておく必要はないんですよ。相関があるところのパターンを、次時刻どうなるのかっていうのを、中央のですね、システムからパパンパーンっていろんなところに同時に送り出すことによって、いろんな知識が意味ありげな順番で出てくるようになる。それこそがまさしくその人の脳のアイデンティティだっていうようなですね、アテンションメイクシステムっていうのと、この〇〇〇〇であるっていうのを格納するニューラルネットワーク、この二つが組み合わさることによって、脳は、うまく機能する。そして最終的にはここにあるコンピューターからですね、直で入ってくる。どうですか？すごくありませんか？一緒にこの研究というか実現を一緒にしたくありませんか？はい、手伝ってくれる頭がですね、マッドサイエンティストみたいな方はぜひご連絡ください。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。イエス！